い、こんにちは、矢田部です。今日はですね、前回ブログとメルマガで書いたプレーを早くするミスを減らす方法についてやろうと思います。そしたらちょっと山本さん来てもらいたいんだけど、ここでパスが来た時、ね、止めて蹴るまでの動きありますね。止めて蹴る、ね、止めて蹴る。でこれって普通にやったら足をこうやって開いた状態でもう一回蹴る、まあ、この距離だったらいいんですけど、ね、強くもしも蹴りたいなと思った時には振りかぶんないと蹴れないですよね。これは何なのかというと、開いた状態でまた開くっていう行動をしてるから、ね、これはパンチはこの状態で手こうやって広げたままでこのパンチは打てないんですよ。一回縮こまって肘の曲げ伸ばしで蹴るっていう形なんで、閉じて開くがすごく大事。走り出しも閉じて開きますよね。だからここで足をオープンの状態でもう一回蹴るためには一回閉じてまた開いて、蹴っていく。これがね、まあ普通の選手なんですよ。だからだいたいここでパスくれよって言われた時にミスる子は開いたまんまこれでどうこうってやろうするから大体焦ってミスると。だからここのトラップ自体を閉じるでできると話としては変わってくるんですよ。ここで閉じて蹴る、今閉じましたよね。ここのもう一回、はい、あ、これちょっとミスですね。これ開いちゃったと。もう一回閉じて蹴る、これビシッと蹴れますよね。今どこを意識しているのかというと、こっちのお腹の中を閉じる、お腹をこうやって開いちゃうとこの感じ、これ若干なんですけど、開くはこの感じで開いて、もう一回ですよね。で閉じる、これ閉じてる形。だからできれば閉じてたいんですよ。そんなにだって使わないからパワーは。だからここで一気に力解放したいなと思ったらバーンって思いっきりやればいい話で、ね、ここのオープンとクローズを使い分ける、ここの意識ができると、だからここでクローズですねからのオープン、ね、次オープンしたらもうこっから走るって難しいですよね。だからここのちゃんと閉じる開く閉じる開くの意識を持てますか、持ってやっていますかっていう。だからここを意識してないとゴール前で相手がめちゃくちゃ多い時にここでオープンオープンじゃもう何もできないんですよ。だから前回ここでちょっとディフェンス入ってください。キーパーいる時にキーパーの動きまで考えた時にここで見えないようにっていう話して、俺ちょっとちっちゃくなりますって言ったんだけど、ここでバッと早く出たいんですよ、はい、飛び出したいんですよ、ここにで早く打ちたいんですよ。だからちょっとちっちゃくなるっていうのも意味合いとしてあったと。だからクローズクローズのままで行ってパッと最後のオープン、ここでクローズクローズでオープンって行けたら一番嫌ですよね。嫌ですね。これがちゃんとクローズの部分を意識してプレーできるのか。俺だからここもクローズですよね、まだ今閉じてますよね。ここでオープンってこうやって出しちゃうと次のプレーっていうのはパスとかになっちゃう、ね、で今オープンしちゃったシュートまで打てなくなっちゃう。ここの部分がクローズでいってシュートまでいけるかどうか、ここまでやってみます。なんかちょっと難しい、難しい。このオープンとクローズ、お腹ですか、意識あばらですね、肋骨のところかな。だからもっと分かりやすいのは、位置についてよーいって言った時にここでお腹をこうやって開かないでしょ、はいはい、よーいって言ったらお腹ここ整えますよね、はい、ちょっと曲げる形になるでしょ、グッて、はい、腹筋を縮めてこの足とかもそう、膝を曲げて伸ばすイメージなんだよね。腹筋でも溜めてドン、体を縮めて伸ばすイメージ、これが伸ばしきってる状態じゃダメなんですよ。あばらをこうギュッとする感じですか。そう、お腹をグッと、だからおへその下に力を込めてこのままで次走る時の用意ができてれば
話としては変わると。ここで、はい、体をちゃんと整えてる状態、ギュッと一つのここの角に全部グッとこう入れてる状態であれば、次は蹴れるんですよ。これ閉じるですね。お腹グッとここでね、ちゃんと一つに整えるイメージ。もっと言ったら骨盤をじゃあちょっと閉じてあげるといい。骨盤をクッと中に入れる。で、俺閉じた時にトラップが難しいなと思ったから最近はこれを始めたっていうのもあるんですよ。これ閉じたまんまでいけるんで、骨盤もここも閉じてる時に足こうやって開くって難しいんですよ。だから閉じたままがいいやと思って俺これで、はい、早くできる、この感じですよね。閉じたままでいけますかと。この感じ。だからまっすぐ棒立ちに近いかな。だんだん慣れてくると、だから顔を上げろって言ってたらもう顔を下げろって話になるし、見るなって話になるし、で体も用意でね、こう構えろ、足開けがだんだん棒立ちでいいよって、適当にやれって話になってくるんですよ。適当に、俺もこうやって感じですもん。できる、あぐれって、はい、閉じてますよね。閉じてますよね。閉じてる状態でいると閉じてるけど。いけますよねって。いやだから閉じてるから早く動けるんですよ。なるほど。爆弾と一緒です。ギューッと閉じ込めてるのがパーンっていくけど、最初から広がってたらもうそれ以上広がらないでしょ。花火とかと一緒だから、そういった部分で自分の中で溜める、パン、これがメリハリだから、オープンとクローズを意識してやってもらうと、まあ自分の中の頭の中の意識だけでも違うと思います。ぜひこの辺はやってみてもらうとミスは減るし、スピード感も上がってきます。ぜひやってみてください。ということでチャンネル登録お願いします。